はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校1年生の数学、扇形の弧と面積丸に応用編をお送りします。で、前回ね、この扇形そして円の公式をみんなには覚えてもらったので、まあそれを使ったね、ちょっと有名な問題を2問やっていきます。で、もうね、今パッてわかるようにたった2問しかありません。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、この問題必ずテストに出てきます。定期テストでね。で、それぐらい有名な問題なので、ちょっと確認してもらって、やり方がねパッて出てこない子は今から全部説明するんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。ほじゃ早速ね、1番の方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。では、これ前回のね、あの動画に載ってた問題と何が違うかっていうと、求めたいものが違うんだよ。あのね、前回のちょっと公式を思い出してほしいんですけど、扇形の面積でも、まあ弧の長さでもね、出すときっていうのは、半径、そして中心角、この2個が分かれば、絶対に面積だろうが、ね、弧の長さだろうが出すことができるんです。でも、この2問、前回と何が違うかっていうと、中心角の大きさを出さなきゃいけないの。例えばこっち1番。半径9センチで面積が分かってるんだよね。その時の中心角の大きさと弧の長さを出します。下は半径6センチ、弧の長さが分かってて、中心角の大きさと面積を出さなきゃいけないんです。で、こういうタイプの問題、まあ、中心角と弧とか中心角と面積を出さなきゃいけない時は、これ覚えておいてね、必ず先に出すのは中心角です。こっちから行かないよ、こっちから行こう、中心角からね。で、それをどう出すか。これを出すときには、比を使います。で、どうやってやるか、ちょっとね、書くんで見ててください。で、まあ1個目なんでね、丁寧にいきましょう。比で、どういう比を立てるかっていうとね、扇形対円イコール扇形対円と。まあ、これね、扇円、扇円と。この順番崩さないでね。で、まず、ここさ、中心角の大きさ出したいんで、これちょっと X って置いときます。で、この中心角っていうのは、扇形の中心角だよね。出したいのって。だから、扇形の方に、まず X と書いておきます。で、じゃあ、円の中心角、こっちね、中心角の話をしてるからね。扇形の中心角は X。 じゃあ円の中心角って何度かっていうと、円ってまん丸じゃん、つまり欠けてないから全部なんだよ、一周で。円の中心角は一周なので360になります。いいね、こっちまず中心角の話で終わりです。で、次どこ使うかっていうと、扇形の面積が書いてあるじゃんか、つまり扇形の面積は36パイなんです。いいね。で、今これ面積の話をしてるので、ここにも円の面積を書きます。で、円の面積っていうのは半径×半径×パイだったよね。で、半径9って書いてあるから、 9×9×パイ、つまり81パイと。いいね、こういう風になります。これで式完成で、こっからね、解いていくときは比のやり方なんで、外と外、中と中をかければいいんだけど、これね、いきなり行くとちょっと数がでかすぎるんだよ。 360×36 だぜ。もう俺もやりたくないので、ちょっとね、工夫をします。で、どうやるかっていうと、まず右側、いい、左ちょっと無視です。右だけ注目してよく見ててね。パイとパイがついてるんで、これね、パイ切りで切っちゃってください。両方パイで割るイメージです。切っちゃって大丈夫。で、まだ36と81が約分ができます。まあ、約分っていうか、同じ数で割れます、ここ。これね、割っちゃって大丈夫。で、36と81って9で割れるんだよ。だから、9で割ると、4と9になります。いいね。で、この時に360も9で割れるんだけど、こっちは今無視だからね。
この右だけでやってるので、ここ巻き込まないでください。で、こうすると4と9でちっちゃい数字になったので、ここでやっと外と外、中と中の掛け算いきましょう。だから、9と X やんで、9X。で、中と中やると、360×4、1440かな？ってなる。で、あとは9で割って、9一角、9六57で160。つまり、中心角の大きさは160度でしたよって。いいね。こういう風に中心角は求めてください。で、中心角が出ちゃえば、この長さいけるからね。もう公式で。じゃあ、この長さは。ちょっとね、一応こって書いとこう。こ。この公式は、直径 ×π×360 分の a だったよね。で、今、半径が9。だから、直径は2倍の18。かける π かける360分の中心角これだからね、今ね160と今出したやつを使ってください。で、ゼロ切り16と36、まあ4で約分できるから4と9となります。で、下とここを約分して2と1、残ったのが2と π と4が残っているので、全部かけると 8π で、この長さだからセンチメートルね、単位ね。これで出すことができます。いいかな。でね、本当はこれ多分ね、俺ら世代、まあ俺と同い年がもうちょっと上の方はこのやり方じゃなかったんです、中学校の時習った時。だから、これ、この動画ね、去年も一回撮ってるんだけど、その時は違うやり方も説明したの。でも、今学校の先生、まあ教科書もそうなんだけど、このやり方がほとんど主流になってるので、これでやってごらん。日のやり方でね。いいかな？では、次もう一パターンいきましょう。半径6。この長さが分かってるバージョンだね。でも、これも中心角の大きさ出したいので、やり方同じです。いいね。扇円、扇円で出しに行く。で、ちょっとね、もうこれ書かずに行くよ。まず、扇形の中心角を X って置きます。で、X でしょ？で、円の中心角は360なんで、これ見てわかる通り、左側ってね、中心角出したいときね、左側っていつも同じなんだ。X 対360になるから。で、右です、今度。さっきはここ面積の話をしました。それはなぜか、ここに面積が書いてあったからなの。でも今回は弧の長さが書いてあるので、右側は弧の話で統一します。つまり扇形の弧の長さが 9π でしょ。ここで 9π で、円の弧の長さ、まあ円には弧と言わずに円周というけどね、この周りの長さ、円周は直径 ×π で出せるので、直径12でしょ。なので 12π となります。ここが大事です。左側はね、いつも同じなんだよ、こうやって。でも右側は面積の話で統一するのか、弧の話で統一するのか、そこだけね、気をつけてやってください。で、さっきと同じ、まずここね、π があるんで π 切りしちゃいます。で、9と12もね、数字ちっちゃいんだけど、まだ約分で、約分ってかね、同じ数で割れるので、3で割ってしまおう、ここ。で、3と4になります。で、そしたら、外と外、4X。中と中、ここやると、1080かな。ってなって、両方4で割ると、270かな。中心角がね、270度でしたってことがわかります。で、さっきと同じで、中心角が出てしまえば、面積ね、公式で出すことができますので、公式でいきましょう。扇形の面積は、半径かける半径かける π かける360分の a だよね。だから、半径。一応面積書いとこうか。面積。半径6なんで、6×6×π×360
かける360分の A はね、今出したので270となります。で、0切りしちゃって36と27、9で約分できるかな。くし36とくさん27ってなったら、まずここと、まあ、どちらにだけどここ約分しようか。2で約分して2と3、これ6と2まだいけるから、まだいきます。ここで3と1となる。そうすると3、ちょっとわかりにくい、π 3が残ってるのか。だからこれ全部ね、掛け算すると27π で、今回面積なので平方センチメートルと、こういう感じで求めてください。なんでね、まあ、全てのポイントはここです。この比の立て方をね、できるかどうか、あとは右側が面積なのか、この長さなのか、そこだけね、注意して式を立てれば必ず解けますので、できるようにね、なってみてください。いいかな。ほんじゃ、今回は中学校1年生の数学、扇形の弧と面積2応用編をお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回もう1個か2個続くんですけど、次はですね、こういう文章ではなくて図形、ちょっとややこしいね、図形の面積とかを出しに行きますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。